こんにちは、ジャズピアニストの兵藤沢子です。今回はクリスマスソングの初級編、清子の夜のできるだけ簡単に弾けてちょっとおしゃれに聞こえる弾き方をご紹介します。私のレッスンの生徒さんからもクリスマスソングを素敵に弾いてみたいという声をよくいただくので選んでみました。お家で過ごす時間、クリスマスソングを弾いて楽しく過ごしていただけたらと思います。それでは早速聞いてみてください。こんな感じはいかがでしょうか。いかがでしょうか。この曲はもともとクリスマスキャロルなので、その雰囲気を大事にしっとりした雰囲気で弾いてみました。原曲はとってもシンプルなコード進行でできています。 C ドミソと F ファラドと G ソシレという3種類のコードだけでできています。元の曲を弾いてみますので、楽譜を見ながら聴いてみてください。今回の弾き方のポイントの一つ目なんですけれども、コードを左手で弾くのではなくて右手で弾いています。一番最初の C のところなんですけども、ここは左手ではドだけを弾いてるんですけれども、右手で C のコードのミとソ弾いてます。そしてここはコードの音以外も一つ弾いてます。このレが入ると少しジャズっぽい響きになりますね。聞いてみてください。2段目に行きますけれども、メロディーはなんですけれども、左手でコードを弾かずに右手でハモリのパートで少しコードの音を弾いています。ここではファーファーレーを弾いてますね。そして次の C のところ、このメロディーの下はミを一緒に同じリズムで弾いています。左手は一つの音しか弾いていないんですけれども、こんな感じのサウンドになります。次の F の部分も左手はファだけ、そして右手のメロディーと一緒にコードの音を少し弾いてます。
の小節は1小節目と全く同じですね。次の段、4段目は3段目と全く同じメロディー、同じ弾き方です。ポイントの2つ目ですが、曲の始めに戻って説明します。左手の弾き方、C のコードのドだけ弾いてるんですけれども、メロディーの2小節目はミだけで伸びていて、メロディーに動きがないので、そこにちょっと合いの手的にソの音を弾いています。という感じで、右手が伸びているところに少し左手の音が入ると間延びした感じが緩和されて、とてもいい雰囲気になります。この3段目の F のところはメロディーの音が多いので、もう左手はずっとファだけで十分だと思います。そしてポイントの3つ目、最後の2段の弾き方ですが、一度ゆっくりしてちょっと落ち着いてから最後の段を弾くのもいいと思います。最後の段はゆっくり弾くと終わりっぽい雰囲気になりますし、落ち着いたエンディングになると思います。そして一番最後の C なんですけれども、今までドをここで弾いていましたが、最後だけ1オクターブ下ここで弾いてます。少し低い音を使うと重みが出て終わりっぽい雰囲気になると思います。そして全体を弾くコツなんですけれども、落ち着いた雰囲気の曲なのでゆっくり弾いてコードの響きを味わってみてください。例えば教会で歌ってる賛美歌の雰囲気とかオルガンの音とか、イメージを持って弾いてみると素敵に弾けると思います。ぜひ頑張って練習してみてください。いかがでしたか？今回はきよしこの夜のできるだけ簡単に弾けてちょっとおしゃれに聞こえる弾き方をご紹介しました。次回はきよしこの夜の続編、中級編になりますが、今回の楽譜をもとにして少しコードを変えてジャズっぽい響きで弾く弾き方をご紹介します。ぜひご覧ください。10分間ジャズピアノレッスンいかがでしょうか？初級編といっても本当にピアノを弾くのが初めての方には少し難しいかもしれませんが、ピアノは何歳でも始められますし、頑張って練習すれば上達します。少し時間かかるかもしれませんが、少しずつ弾けるようになるステップを楽しんでいただけるようなレッスンができればと思っています。レッスンの感想やリクエストありましたらコメント欄でお待ちしております。そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回のレッスンでお会いしましょう。